この世の中にいっぱいあるバイクの中でさ、これはこうだねとかさ、はい、言う資格ある？え、ないっすよ。2台目ぐらいのバイクでさ、ちょっとね、インプレしたいと思いますとか言う人いるじゃん。お前、バイクで何してんの？これが景観を壊してるの？いやいやいや、そんなことないです。あるねえ、これが一番いいだろうが、どう考えても。どこがいいんだよ。アポロチャンネル。みなさんこんにちは、サザです。本日も真夏でございます。もうね、暦の上で9月、もう秋になってるような気はしてるんですけども、やっぱりね、気温はまだまだ30度超えてめちゃくちゃ暑い、バイク乗りにはクソみたいな季節でございますが、本日もね、楽しく元気にやっていきましょうということでね、本日も私一人ではございません。それでは登場していただきましょう。せーの、ゆいさん。元気でしたね、ゆいさん。いつも通り。いかがお過ごしですか？おかげさまで元気にやってますよ。いや、そんなことないですけどね。あー、でも体調はいいの？体調はいいですね、うん、確かにふくよかですごく体調良さそうですもんね。やめろ、どこが。お、ふくよかだった。9月になったということで、うん、私たちの台場の聖地、8月いっぱいでなくなってしまったじゃないですか。バイクは止めれないっていうね、告知が出ましたよね、はい、そこ見に行ってみようかなと思って。もう入れてる。そこまで見に行ってどんな感じになってるか確認をしに行くっていう動画になりますね。どこにね、需要がないで。でもね、はい、有料の駐車場の状況をちょっと確認したいっていうのはあるっすね。有料の駐車場確認？うん、ちょっと何言ってるか分かんないっすね。分かるよ。まあでもね、いろんな動画今まで上げてきたじゃないですか。五反田のいつものあそこのコンビニで僕ら待ち合わせしてさ、あそこにいるとさ、結構さ、視聴者さんとか結構声かけられること多いじゃないですか、うんうんうん、今日もなんか20代前半のさ、 NC 乗ってる男の子に声かけてもらってさ、彼もなんか僕らが8000人ぐらいの時から見ててみたいな、バイク女子に物申すみたいなことやってて、なんだこいつらはと思って面白くて動画を見始めましたって言ってくれたじゃないですか。 ありがたいですね。去年とやってること俺ら何にも変わってないですよ、イーさん。何も成長してない。やっぱりさ、視聴者側からするとさ、飽きちゃうんじゃねえかと思っていろいろさ変化を求めようと努力してるじゃないですか、うん、覚えてます？最新の動画1個前ぐらい、またバイク女子について物申しました。いろいろ言いたくなるのって、はい、やっぱり嫉妬とか憧れの裏返しなんだろうね。大型バイクも乗れないですからね、うん、結局この間インスタで見たんだけど、はい、朝山すずさんがバイク王のアンバサダーになったんだ。ああ、要はだから鶴野たけしと同じ土俵に上がったってことですよね。上がったってことっすよ。すげえじゃん、鶴野すずじゃん。鶴一じゃん。一は関係ない。まあでもね、いろんな動画今まで上げてきましたけど、元ブログやってるとどういう動画が再生伸びるかみたいなところ、うん、なんとなく分かってくるじゃないですか、うんうん、だけど僕ら僕らでやりたいことをやってるから、うん、バイク女子のことばっか喋ってるっていうところがあるんですけど、いろんな動画をやっていく中でやっぱり再生数いいなって思うのは、うん、やっぱりね、市場インプレの動画なんですよ。やっぱり元ブログは市場インプレしなきゃダメ。この間もね、V ストロームの市場動画、久々に市場動画撮りましたね。これからも僕らは元ブロガーとしても活動していく中で、うん、やっぱり市場インプレやっていきたいなと思ってんですよね、うん、はい、ちょっと言わせていただいても。あ、全然いいですよ、ね、あ、全然いいですよ。僕らもはい、足も触れてるじゃん。市場インプレなさってる方、元ブロガーでいっぱいいるじゃないですか。ああ、オカライダーとか、サキヌマとか、サキヌマとか、オカさんとか、はい、いいと思うんですよ。いろんなバイク乗ってきてるから。でもさ、よく、なんかバイク納車してさ、2台目ぐらいのバイクでさ、ちょっとインプレしたいと思いますとか言う人いるじゃん。あ、はいはいはい。お前、バイクで何してんの？じゃあ、ゆういちさん的には、うん、地上インプレやっていいのは、オカライダーと、サキヌマだけってことですか？だけっすね、正直。え、じゃあ、愛嬌さんは？あ、俺、その人知らない。
フェアグラさんもいいじゃん。その人はいいってことですか。いいよ、もちろんバイク屋だもん、もっと。え、じゃあ俺らがインプレするのはダメってこと。ダメだよ。俺よりサーサーの方が全然乗ったことあるけどさ、はい、それでも市場と友達に乗せてもらったのとか全部含めてさ、いいとこ20台ぐらいじゃん。この世の中にいっぱいあるバイクの中でさ、これはこうだねとかさ、はい、言う資格ある。え、ないっすよ。でも言ったじゃないですか、俺らにしかできねえインプレやってやりましょうよ。でさ、俺らなんて比較対象少ないからさ、はい、かっこいいかかっこ悪いかぐらいしか言えないのね。いや、でもバイクって結局そこが全てじゃないですか。そこは全てだよ、ね、もちろん。さすがに GB350 みてえになんか気象性バイクはさすがにきついけど、でもそれ以外のバイクだって、はい、それより遅いバイク好んでるってるGB はクソみたいな馬力しかないっていうのは認めるけど、はい、この馬力ももう何回も言ってくる必要かどうかも分かんないしさ。ああ、そうかそうか、馬力20馬力も必要ないとか言うけどさ、うん、CB1100 のフォレスタじゃないですか。あれは佇まいがいいの。見た目ですか。え、じゃあ CB1100 の格好であれ 50cc でも買うってことですか。買わない。さすがに50は無理だ。じゃあやっぱあくまで見た目で決めてるっていうところなんですね。僕はもう見た目命ですね。ああ、じゃあ GB350 も見た目で買ってるってことですか。そうだよ。センスな。え、何乗ってるんですか。え、私忍者400というバイクに乗っております。おー、なんだよ。あの天下の中途半端バイク。天下のエコ SS じゃないですか。いや、そうですよ。リッター30近く走りますからね。 SS なのに。忍者400ってちょっと利便性もあると思うの。あ、あると思います。乗りやすさと燃費の良さとか間違いない。あとそんな体にきつくないっていうのもあるけど、楽。ガチで SS の方いらっしゃるじゃないですか。そんなの街乗りで乗ってどうすんのと思ってたけど、はい、なんか最近趣味だったらいいのかと思ってきて。あ、でもやっぱり SS はコスプレっていうのは変わってないですか。というか人生ってマジコスプレだから。確かに人生全てコスプレですよね。このヘルメットかぶってるのもオフロードコスプレ。え、じゃあこの黒と白のシマウマからもコスプレですか。シマウマコスプレはしてないわ。びっくりした、サバンナにいるかと思いましたよ。いや、いねえだ。サバンナイチじゃないですか。うわー、ジロ並んでんな。ゆうさん、実は、うん、この間ラーメンジロ食べてきました。神田神保町店で約5年ぶりぐらいにラーメンジロ食べました。あの、いわゆるさ、はい、ジローはラーメンにあらず、はい、ジローは何なんだっけ。ジローはジローです。なんでしょう、はい、何言ってんの。ジローはジローという食べ物です。ラーメンだ。いや、あれはジローです。あれがもう固有名詞です、本当に。ジローそれよくね、ネットで見るっすけど、はい。いや、そういうもんですって。まあ、神田神保町店ね、うだるような暑さの中、私1時間半並んで食べさせていただきました。このラーメン二郎に向かって、はい、一生懸命徒歩で歩いてるとこ、はい、僕のカメラロールに入ってる。あとでもらっていいですか、それ、はい、今ここに映すんで、はい、まあその時一緒にいたじゃないですか。あ、はいはいはい。ドラゴンアッシュのさ、タンクトップ着てさ、はい、すんごい早足でさ。神田神保町店ってラーメン二郎の中でも、うん、結構トップランクの味なんですよ。え、そうなの。やっぱりラーメン二郎もたくさん全国に店舗ありますけど、うん、店によって麺量が少ないところ、うん、まあ、豚肉チャーシューね、うん、あれがそれぞれ場所によって違かったりとか、うん、どんな水の飲み方だよ。その中でも神田神保町店って非常に評価の高いお店なんですよ。でラーメン二郎の中で一番麺量が多いと言われてる店舗なんですよね。約 350g です。トータル何キロカロリー。まあ1300ぐらいありそうですよね。すげえな。でもやっぱりラーメン二郎っていうのは野菜がたんまりこう乗ってるじゃないですか、うん、だから血糖値上がりにくいんじゃないかって、ダイエット食なんじゃないかって俺は思ってますけどね。絶対ねえな。俺本当にマジで頭おかしくなるぐらいテンション上がっちゃって一人。俺ジロー美味しいとは思うけど、はい、そこまで。いや、美味しいラーメンを食べに行ってるわけじゃないんですよ、ゆうさん。何度も言いますけどジローを食べに行ってんすよ。わかります。ゆうさん、きつい。俺マジできつい。今度一緒に二人で食べに行きましょうよ。ラーメンジロー俺いいっすよ。なんで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 。美味しいけど並んでんなら食べたくない。え、並びましょうよ。10年ぐらい前まで、うん、あの新宿のね、おたき橋通り店ラーメンジロー、あそこクソって言われてたんですよ。ここ2、3年ですっごい美味しくなったらしいんで、おたき橋二郎行きましょう、マジで。改良したんだね、はい、ラーメン屋に並んで、はい、ラーメン食べるのはいいんだけどさ、はいはいはい、
今の季節はないよ。いや大丈夫です。このスプレーさえあれば、これほら涼しいじゃないですか、これ。これ。はい。これ。そのスプレー猛進しすぎだ。これってさ、はい、実際の温度下がってんの？いやわかんないです。でも書いてあるじゃないですか、ほら、シリーズ最大の冷感成分を配合って。モンスターいますよ、だってすごく。モンスターじゃなく風神だろ。だからこれでもう涼しい体で僕はラーメン二郎に挑んだんで、あれですよ、ラーメン二郎神保町店はラーメンの写真を撮る以外、うん、携帯触っちゃいけないですからね。そういうとこキモい。あと不要な会話もしちゃいけないです。キモい。美味しいのは分かるんだ、はい、え、じゃあ今から行きましょう、ラーメン二郎。絶対嫌だ。え、なんで並びたくないの。名武蔵でいいじゃん。いや武蔵大丈夫です、めっちゃ普通なんで。それが一番だろ。いや普通のラーメン屋じゃなくて、僕は二郎が食べたいって言ってるんで。街中でカートなってるやつキモくない。キモくはないです、あれはあれでレジャーとして楽しんでるんです。やっぱみんな長いわって。いやそりゃそうでしょ、暑いから。このスプレー渡してきた方がいいっすかね、ゆいさん。いいや。でもさ、はい、市場インプレしてる方々ってさ、戻った本当ぶっちゃけ先沼と、はい、お母さんだけっすよ。特に俺らレベルが市場インプレマジでダメ。え、なんでですか。例えばさ、しなやかで、まあ、ストロークも長いし、はい、合成も高いですねとか言っても、はい、いいね、説得力。俺らが言っていいのはデザインと足つきだけ。例えば SS だけに限って言うと、はい、何のさ、さ、忍者400のほか R1、S1000RR、うん、RC390、あとは、あ、でもそんぐらいかもしれないですね。何だよ。乗ったことないじゃん。またがっただけですね。俺はさ、はい、無駄は乗ったことないのにさ、はい、無駄は乗ってないと買いだめみたいな顔を出してんだよ。乗ったことないのに市場に来るみたいな顔を出してんだよ。マジキツい。カブ乗ってるじゃないですか、うん、カブ乗ってるやつクソじゃねえはやっていいんすか。あ、もちろんいいじゃん。あ、そういうこと。カブ限定だったら。え、じゃあホンダのバイクってクソじゃねえはダメってことですか。でも俺はホンダは結構乗ってきてるよ。え、何ですか、乗ってたのシューズだよ。はいはい。カーブ、はい、GD350、はい、え、あとフルサも乗ってますよね。 MF06 乗ってたじゃないですか。はい、06乗った。はい、びっくりした。あと MF17 も乗ってますよね。え、なんでですか。ショーエのグラムスターかぶってフルサ乗ってるじゃないですか。マジ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 なんでさ、はい、俺内緒にしたいからって買ったものをさ、はい、買った次の動画で言うんだよ、お前は。ゆういちさんがそうやって焦んなければ全然みんな嘘だって信じてますよ。本当に買ってないよって冷静に言ってれば大丈夫だったのに。だから例えばその場合さ、はい、え、何言ってんの、それ何の話とか言ってもさ、はい、俺の場合全部食せんだよ。でも視聴者の皆さん、はい、僕 MF17 持ってないっすよ。いや持ってますよ。なんで買ったじゃないですか。よし、じゃあまずはあれですね、あのいつものとこ行ってみますか。まず行ってみましょうか。はい、どんな感じになってるか楽しみですね。楽しみではないよ。え、なんでですか。しっかり分かってる。いや、案外やってるかもしれないですよ、あの看板嘘で。なんちゃってみたいな。うん、絶対しならずに。皆さんに愛されてきて、僕らも愛した。いや、そんな愛してないですけどね。俺大好きだよ、タバコ吸うんじゃん。まあ、喫煙所あんのは最高ですよね。喫煙所気持ちですから。まあ、そうですね、うん、あ、なんか書いてある、なんか書いてある。ちょっと行ってみましょうか。はい、中には入れないわ。あ、入れなくなってんじゃん、もうちゃんと、うん、もう入れない。ポールが延長された。あ、本当だ、ポール延長されてますね、うん、ああ、なんか終わっちゃったな。まあ都内で無料で止めれるバイク駐輪場なんてありえなかったですね。本当ありえないんだよ、はい、なんか新しいところも1時間は無料らしいじゃない、はい、え、そうなの。うん、長いしないでちょっと一服してコーヒーとか飲んで帰るぐらいだったらありだよね。まあ確かに。あ、ここですよ、ゆうさん、うん、え、めっちゃ良くないここ。え、こっちの方が良くない。え、全然いいよ。あとタバコ吸えるかどうかする。そう、相手ですけど、これ勝手に行っちゃっていいんですか、これ。運転手に取るよ。B の MF10、MF10、GSX、MF02、ディオ110、ハーレー、なんだこれは、ハーレー、あとあっちに何に止まってるかちょっと見てきますね。いや、その情報いらない。何
あ、いらなかったですか。いらないんだ。いらないんだ。どういうバイクが止まってるかって皆さんチェックした方がいいかなと思ったんですよ。必要ない。何止まってんの。マジで。あと喫煙所探そう。あ、じゃあそうですね、喫煙所探しましょうか。こういうさ駐車場ってさ行動じゃないじゃないですか。猫カズくんみたいにウィリーの練習とかこれしていいんですかね。もうそれには触れないで。さゆりさん、ありますかね。だからさ、はい、日中の野外の鹿肌はアウトだって。いや、全然アウトじゃないですよ。だってこの間あの SCS のブイストの動画の時とか、鹿肌ありがとうございますみたいなコメントをちらほら見かけましたよ。みんなもう惰性で言ってるだけじゃん。いや、そんなことないっすよ。どっちからどう行くんですかこれ。これこっから降りんの。いや、降りれないっす。ここほら、降りれないっす。もう迷子です。あったらいいっすね、喫煙所。うん、この空気感はないな。なんかなさそうっすね。うん、じゃあなるべく日陰歩こう。え、なんでですか。日焼けするから。日向の方がいいっすよ。日向坂46みたいな感じで。どうっすか。日向じゃないっすか。この橋は、はい、何のためなの。景観のためっすかね。景観悪いじゃん。いや、景観めっちゃいいじゃないですか、海の目の前で。最高じゃないですか。これが景観を壊してるだろ。いやいやいや、そんなことないです。あるねえ、これはどういいだろうが、どう考えても。どこがいいんだよ。ほら、階段登って、早く。まあ路上喫煙は禁止ですね。路上喫煙禁止ってこと逆に可能性出てきた。まあ俺らヤンラスだからさ、吸えないとこ厳しいじゃないですか。だから肩に手を置くな。こっちじゃないですか多分。だって目の前に自由の女神ありますよ。これチャンスです。チャンス。チャンスではない。喫煙所なくね。降りれないですよ、このここから。ほらゆうさん、降りれないです。喫煙所ない。可能性ねえじゃん。この美しい景色ちょっと見せる。いや、美しくはねえだろ別に。美しいだろ。ここはだよ。ゆういちとデート来てみたっていう感じの動画になってますね今。モーニングルーティンやります。羽田空港の見たくなってるだろう。え、いいじゃないですか、羽田空港みたいな。逆側行ってみましょう。逆側、逆位置行こう。この自由の女神ってやっぱここにあるっていうことは、ここアメリカってことなんですかね。やめろよ。え、なんですか。自由動画ちょっと日本にあるアメリカに行きます。日本にあるアメリカか、ここ。じゃあ結構東京ってアメリカもあればイタリアもあるんですね。あとは中国は？中国あるっす、あの元町中華街に。中華街だ。はい、いや中国さ、あれで新大久保に韓国あるじゃないですか。結構あるっすね東京。海外旅行行かなくていいってこと。え、そうっすよ。だってインドって言ったら西笠行けばいいんで。海外旅行大好き。あと自動販売機もないっすね、エイさん。自動販売機どんな事情だよ。この上上がってきます。この上上がってったら喫煙所あるんじゃないですか、絶対に。あ、待って、可能性出てきてますよ。トイレある。ある。え、マジこれは、これ可能性ありますよ。マジで可能性あるぞ。マジで。自動販売機もあるよ。あ、これは熱い。これ可能性あるんじゃないですか。これは熱い。でも日本人一人もいないっすね。ほぼ外国人ですよ。本当だ。自動販売機でしょ、トイレでしょ。あ、テレビ。本当だ。じゃあテレビ取材班に聞きます。喫煙所ありますって。この案内があるってことは喫煙所ありますよ絶対。えさ、ある。絶対。なんでここまで書いて場所書かない。ちょっと管理事務所行って聞いてみます。うん、ちょっと聞いてみて。お忙しいとこすいません。ここのスペースって喫煙所ってありますか。ありがとうございます。助かりました。マジであった。ありがとうございます。こっちにあるって。マジで。あ、あった。スモーキングエリア。でも俺ゆうさん一つ言っていいですか、うん、バイクの中にタバコ忘れてきたっす。え、ゆうさん。